今日やるのはドッキリだです。イエーイ。怒ったんじゃん。大丈夫。いつか仕返しする。ああ、まあ。いつか仕返します。じゃあ、何し動画。まあ、悪いことしたらね、自分に回ってくるっていうのがよくわかりましたね、今。どうも、ひろやた西チャンネルです。一人ということはですよ、あの西谷大生に、まあ、僕はちょっとドッキリを仕掛けようかなと思います。先にドッキリというか喧嘩を打ってきたのはあっちなんですよね。この動画を見てもらえればわかるんですけど、減量巻きのね、僕に目の前で大量のジャンクフードを、まあ、食べるっていうですね、ドッキリを仕掛けてきたわけですよ。やっぱり腹も減ってて、減量って本当にやったらわかるんですけど本当に苦しいんですよ、まあ、苦しんだら相方の目の前で、ね、ジャンクフードを食うっていう企画を考えた、そんな西谷君に罰を下してやろうかなと思う。僕10月30日に沖縄で試合があるんですけど、10月31日ってハロウィンじゃないですか。西谷くんには一緒に仮装して空港行って沖縄まで行こうよっていうハロウィン企画みたいな感じで西谷くんに伝えてるんですけど、僕は仮装しません。僕は西谷くんよりは先に、まあ、ついてる形なので、コスプレした西谷くんのね動画撮って僕がコスプレしたいのを見てどういう反応するのか、まあ、ちょっと恥ずかしい思いを、まあ、させてやろうか、ハロウィン楽しもうやっていう。まあ、それではお楽しみに。はい、ということで倉本さん、ついに今日ですね、出発しましたね。倉本さんに送ってもらってます。ありがとうございます。いいえ、ストレスで行ってもらって、はい、しっかり頑張ってもらいます。あれやったら、まあ、動画撮ってもらおうかな。あとで撮るわ。うん、まあ、倉本さんはもう企画を知らないんでね、まあ、ちょっとどんな反応かも楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、皆さんこんにちは、ひろやた西チャンネル西谷でございます。ですね、僕がなぜこんな格好をしているのかというと、ひろやくんの試合に一緒にコスプレしていこうっていう話になって買ったんですけど、ちょっとイメージと違うくてね、ピカチュウのコスプレ買ったんですけど、見えるかな、これマジでキモいな、これわかる、これキモすぎて俺ファールカップしたもんな、こうぐらいキモくて耳が変やん、これなこれでとりあえず羽田空港まで行ってみようかなって感じですね。で、まあとりあえず今こんな撮ってるんですけど、マジで恥ずかしいんで、あのさっさとタクシー乗って空港行きます。じゃあさよなら。タクシー乗ったらもう一回撮りましょうかね。じゃあまた後で。急いでタクシー行きます。こういう時に限ってさ、タクシー全然混んのよな。しかも目の前バス止まってさ、めっちゃみんな見てくるっていう。やばい。あ、止まって待ってくれて。止まってくれたみたい。タクシー乗りました。俺こんなことするためにさ、 YouTube 始めたんやないんやけどな。こっちか。これどうすか、この格好やばくないですか？これ何のキャラクターか分かります？いや分かんないですか？分かんないですか？俺もね、今自分が何してるかよく分かってないんですよね。とりあえず駅着いたら電車乗って羽田空港行こうと思います。じゃあまた着いたら回します。はい、ということで空港に着きましたよ、はい、お疲れ様です。着きましたね。多いな。
そういう季節なのかな。でも沖縄の時期なんやろな。いやー、西谷君まだですかね。遅いっすね。 LINE ではもう着いたみたいなことは、もう着くみたいなこと言うとった。空港なんかちょっと暑いな。だからもう水抜きじゃなくて塩抜きとか体が基本的に冷たい。確かにな、体温下がってるな。修学旅行生だらけやな。いや、やっぱり。じゃあここで日誌声かけられとったらおもろいけどな。どういう心境で来んだよな。いや、マジで恥ずかしいと思う。はい、無事着いたんで、ちょっと人マジで多い。修学旅行生とかさ、めっちゃ来てマジで気まずい。ちょっとひろやくん電話して、もうすぐ合流しようと思います。ちょっとやべ。はい、ということで今、西谷くん、あいつ電話でんし。おいおいおい、はい、どこらんどこらんどこらん。俺うん、あの中入ったところ。いや、そうなんだけど今入り口わからないな。5番、今5番のところだけど、何番に入ればいいの。え、5、中入って。うん、いや、おい、ちょっと待って、ほんまやべえんだって、下めっちゃおるんやって。めっちゃおるんやって。そんなに。ちょっと、返して、どこ、いや、ゆっくり喋んな。さっき入ったところ6とかじゃない。中入って、5番のところの、うん、あのバックのところの。なんだバックって。もう中入って、あの荷物の検査するところの C って感じやもん。あ、C やな、C に向かっていけばいいんやな。そうそうそう、うん、じゃあ俺、いや、行くで、ほんまに。大丈夫大丈夫大丈夫。え、コスプレしそうやろ。え、そうです。ほんまかよ。やばない出て誰と来たの。え、あ、倉本さんに送ってもらった。あ、そうなん。じゃあ、まあ、ちょっと行くわ。もうちょっと、ほんまにやばいわ。じゃあね。お、え、OK。 あ、もう待っとくわ。あ、待っとくわ。待っとくわ、というか、場所わかる。ちょっと待ってよ。ちょっとスーツケースあるから動画撮りながら。無理やわ。ちょっと行くよ。うん、入るで、ほんまに。ええんだな。どこおるの、ほんまに。OK。 え、惜しいなとか。ほんまかよ。マジやばい。ちょっと一回切るわ。マジでやばいわ。マジでやばい。マジでやばい。マジでやばい。じゃ切るよ、一回。じゃあね。え、うん、まだ電話してやばい。分かった、じゃあマジやばい。マジでやばい。はい。マジでやばい。ちょっと入らんだけど、これ。ガチやばいんだけど。おい、どこだ。Cどこだ。うわ、ちょっとマジでちょっと、マジやばい。そこで、やばいよ。もうカメラしか見えないですよ。わかる、これ南で今日の。わかります。ちょ、俺なんか指さされる。絶対俺よ。大丈夫。いや、おかしい。俺、ドラムさんとおるからさ、なんかもうこの格好慣れたんやけど。慣れんやろ、普通に。シーンのとこ来れる。やばいよ、それ。人間としてやばい。シーンのとこ来れる。来
は何号車や、はい、どうするの、あ、シーンとこ、これすぐ行くわ、待ってて、じゃあどこるんだ、どこるん、あ、いや、シーンとこおるんだ、奥に、ちょっと待ってな、メンタル最強やな、メンタル最強やな、えぐいわ、手震えてるふうにした、手震えてるから、いますね、野生ポケモンが、やっぱりな、やっぱりな、いやもうええです。ちょやめて、あれ外しない、野生ポケモンの西谷くんですか、いやほんまやめて、西谷か、ほんまやっぱやってなかったな、やったと思ったやん、やったと思った、ちょっとやったと思ったやん、まあ西谷くん、西谷くんどうぞ、ということでどう、西谷くん、何も声かけられた、ほんまやめて、西谷くん、俺どうですか、トイレ行こう、いやいやいや、ほんまにもうほんまに一回アップした方がいいかもしれない、もう時間だから、ちょっと荷物これ検査、ちょっと待って気が入ってる、いやいや大丈夫、ほんまに大丈夫、一回トイレ行こう、ゴリゴリピカチュウやん、とりあえずあのドッキリ、いや全然思うんだよ、そうだよ、これ人の数やばいじゃん、やばい、みんなの子に、いやあんま見てない、でも修学旅行生、あの笑い声聞こえてる、いや全然そんなのない、西谷くんね、ちょっと金的カップがもうスケスケないよ、ファールカップつけてきた、さすがにしとかんの、これやばいから、なるほどね、まあ、ということで、あの、まあ、西谷くんにドッキリされたんで、いや、ね、空港でハロウィンドッキリ、いや、全然ハロウィン最高ドッキリ、思うんだ、思うんだ、マジで思うんだ、やばい、あ、トイレあるやん、あ、だめ、ちょ一回電話検査、一回行ってみよう、性別確認されるかもしれない。しようね。当たり前だ。ちょっとほんまに勘弁。いや、しようね。ほんまに勘弁して。これ俺みんな振り返る。みんな振り返って笑顔。みんな笑顔にするのが俺の仕事。なわけねえやろ。今日こんなポケモン集めてな、いいじゃん、試合から別に弱くなってます、大体でも慣れてきたんだ、慣れてたね、慣れてきたね、